ットのお部屋訪問第4弾、今日はりょうさんの部屋に行ってみたいと思います。お疲れ様です。りょうさん登場です。これがね、りょうさんのガレージです。いや、すごいですね。そうですね、ここ黄色いのと置いて、ここも大体いつも閉まってる時はかぶせて、毛布もかぶせて、ノードスターですか？ノードスター。あ、これはビートですね。あ、ビートですね。これ地震で下がっちゃったんですか？そうなんですよ。地震で下がっちゃったんですよ ね、 ね。自転車がありますね。自転車がありますね。これでレース出てますんで。まず、台室。こっちが、まあ、大体もう倉庫みたいな感じになっちゃってて、うん、上に飾られ、パックマンの毛布とか。パックマンの毛布がありますね。あ、ソフトグライダーがありますね。本当はソフトグライダーがありますね。ピッチングマシーン。あ、松坂大輔。松坂野球バンドが。ドラえもんのね、コップと。うん、ドラえもんのコップ。あのこれライオン、ライオン、サンスター？これ花王でしたっけ？あれ、花王でしたっけ？ご機嫌用のライオンか。ご機嫌ですね。何が出るかなみたいな。そうなんです。ここにもそれでゲームの本と、うん、コロコロコミック、兄貴。この引き出しは何なんですか？なんかあるんですか？これは、ね、あの無印のやつで、うん、あの全部ここは本が、カタログとか、車の雑誌が入ってるんですね。中学校から買ってるやつを、まあ、上もそうなんですけど。うん、この掃除機かわいい。そうなんですよ。この掃除機もね、これいいっすよね、これね。このヘンリクの弟分のジェームス君で。ジェームス君。ね、このラジオとかもいいっすね、これね。ね、あれ。こんな感じで。なんじゃこれ。なんじゃこりゃ。もうここ。これは全部コンプリしてるんですか？してないっすね。あ、してないんですか。するともう大変なことになっちゃうんで。さすが。これ、りょうさん、ちなみにこれ番号とかで何のやつとかもう分かるんですか、頭の中で。いや、番号も、この、例えば21番でも、21の何々とか、ずっと続くんで。はい、違うのかな、64番は64番でも違うのかな、これ。そうなんですよ。だから64番、これは S2000 だけど、あ、こっちは S2000 なんですか。こっちの62番は62番で、ミゼットでまた、あ、本当だ、違う。ミゼットでなってたりとか、あるんです。で、同じ72番でも色が違かったりとか。本当だ。で、そういう神経衰弱的なカードはできないですね、これね。そうなんです。で、気に入ったやつは何個も同じの買ってるんで、例えばこの5番が多かったり、6番が多かったりとか。これ普通に、ちなみにこれっていくらぐらいするんですか？1個あたり大体、普通当時は。当時360円で、初め出た頃は180円、うんうん、あ、そんな安かったんだ。そうなんですよ。で、そこからどんどん値上がりしていって、初めはまあメイドインジャパンだったのがメイドインチャイナになって、うん、今また違う国になっちゃってるんですよね。ね、やっぱこうコレクション性ありますよね、このね、うん、やっぱり初期の頃のがいい、やっぱりいい。そうなんですよ。で、初期のやつの箱はこの赤いやつじゃなくて黒箱って言われるやつで、それはもう2階で飾ってある感じで。こっちの箱がなんか違うやつは、うん、特注品って言ってミニカーのショップとかが限定何台とかで作ってるんで、うん、通常のお店では売ってないやつなんですね。うちの親戚もね、これミニカー集めてるけど、ね、たまんないと思うね、これ。そのホンダのコレクションホールで、あの特注で作ってるのはこういった箱で作ってたりとか、うん、トヨタのコレクションホールで作ってるのはこういった感じで、うん、最高。それ1個の500、600円ですかね。あ、500、600円ぐらい。でもいい値段しますよね。番号順でずーっとあって、まあこれは最終的になんか違うなってなってるんですよ。どんどん出てくる。すごい。そうなんですよ。で、これがそのなんか本のセットになってるやつとかもいろいろあったりとかするんで、もうなんか本もどんどん増えてっちゃうんですよ、こんな。またこれガサバりますね、これね。こんな出てんなと思ったら、今度はチョロ Q のセットのやつとかもこんな出てきたりとかで、もう。やばいね、やっぱね。一番2000年ちょい過ぎが、やっぱこのミニカーとかチョロ Q はブームになったんですよね。だからその頃のやつは結構ありますね。
細かく見てみると大変になっちゃうんですけど、ね、いやでもすごい、この量はすごい、やっぱ好きじゃないと集めれないですもんね、集めれないね、ロウさんは小さい時ミニカーとかでミニカーあんま遊んでなかったな、あそうですね、だからあんまり思い入れないんですよミニカーって、なるほど、あれ結構遊びましたよ、遊んだ、これブー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 やりましたね、ブーブーやりましたね、そのミニカーこれダンプ系とは好きでしたもん、やっぱその親父がねトラックとか乗ってたんで、うわすごい部屋で、いやこんなにあるの、元のやつは2階にあるんですけど、このボディとかを、うん、すごいっすよボディとかいっぱいあるんですよね、こういったこう、わこれは結構レアかなと、ダッシュエンペラーエンペラーで、へーうわーサンダードラゴンとかサンダードラゴン、これキュウリのやつとか、これもエンペラーですね。そうですね。これは何なの？ボディ？これボディって、ボディだけなんですよ。スペアボディなんで。開けてみましょう。スペアボディなんで。あこれは値段書いてなかったんですけど。コロコロのだ。そうなんですよ。限定だかなんかで、おばちゃんにこれいくらならいいって2000円でどうってか、2000円だったら全然いいですって。へこういうのを一時期掃除集めてて、こっちはこっちでラジコンのパーツとか、パーツとか、あこれタイヤで、これはもう当時のタグですね、うん、だ当時のだから30年ぐらい前の、これだったらホットショットのやつだったりとか、これだったらファルコンのタイヤとか、いやすごいな、ね、これだったらあのワイルドワンのタイヤとか、ね、こっちもそうなんです、こっちはミニ四駆の、あこれはミニ四駆、ミニ四駆のパーツが、うわこっちもそっちもさすがね、タミヤの両茶の中にありますよ、本当にそうだよね、箱もね、やっぱりタミヤの箱にこだわってますね、すごいそうですね、いやすごい、本当にこっちはシャーシとかですかね、いやすごいよ、シャーシとボディと、あとこっちはモーター、すごいで、うちらが多分やってた時のモーターとかこういったね、ハイパーダッシュみたいなやつですね、大会で禁止されたモーターとかありましたからね、そうそうなんですよねこういったのも今レアになっちゃってますからね、もうここの絵の絵がこのやつとかが乗ってるともうですね、気になっちゃってもしょうがないですよね、気になってしまうとか、お化け屋敷ゲーム、社長、社長お怒りカードとかね、これ社長ゲーム懐かしい、で何これは一番最近やったやつ、桃鉄のボードゲームは面白かったです、これ家族でやったら最高でしたね、俺社長ゲーム好きだった、子供の頃、あそうなんですか、これどうなのかなと思って、ゲーム面白いですよ、あ面白い、子供の頃よく遊んでました、あ、まあ、人生ゲームみたいなもんですよね、そうそうそう、出世したりして、そうそうそう、こっちはプラモデルがプラモデルが入ってたり、やっぱこういったこう当時のやつですね、あすごい渋っうわすごいこれ100日後に死ぬワニじゃないですかこれそうなめんなよって言ってますよ、しかも96日ぐらい高校狙ってるかもしれないでこっちもボディと時代だな、当時のやつと、あとやっぱこっちはこっちで、そうですね、漫画と DVD とでもあっちのもチョロ Q のもそうですね、あのでも限定のでかいチョロ Q タミヤカラー、そうですね、あれもおばちゃんになんかいらないから持ってぐって言ったら、あんなになんかいっぱいもらって箱がいいからあれあのまま飾ろうと思って、ね、やっぱ箱がいい、箱いいよね、そうそうなんですよ、ね、お店風にちょうどなるんで、うん、お店ですね、お店ですね、お店の倉庫ですよ、そこら辺も自分が中学校の時に使ってたラジコンとかですね、で、あとそっちの引き出しもプラモデルはあるんですよ、あるんですよ、うわすごい、びっしりですよ、これもやっぱ当時物はこれですかね、あだかこれも当時作っちゃったんで、もう箱だけ乗っけて、こっちはもう当時のやつなんで、まあ、大体30年ぐらい前で、まあ国でもそうなんです、青島もこのマークだと新しくなっちゃうんで、まあ、2階に当時のやつがまたあるっちゃあるんで、あとこっちですね、これ幼稚園の時からよく作ってた、これは多分7、8台は作ったんですよ、で箱がいろいろ変わりながらすごいななってるやつ でこの間気になります、はい、お邪魔します、これが、第3部屋ですね、はい、ここちょっとあんま片付いてないんで、おあここはなんかもう、うわ何これスタイリッシュです、うわすごい量、当たりのこれかっこいい、これそれはなんかパチモンみたいな感じですね、
あ、鉄板のね。かっこいい。いや、これ、うわこれ、すごいこれさ、どう説明する？いや、超シャレ。すごい超シャレ。もうなんていうんですかね、これ。おしゃれ。大人の秘密基地。うん。おしゃれ。すごい。いや、これは。ちょっと行きましょう。ちょっと行きましょう。行ってみましょう。行ってみましょうか。これやばいっすね。いや、ほんとこれです。想像以上っすよ。あの、りょうさんがちょこっとね、こう、あの、動画撮ってんの見てたんですけど、いや、これもうね、すごい。見てください、この。プレイステーションのこれ、なんかすごいオブジェかと思ったら、プレイステーションですよ、これ。100円で買ったやつを、塗って、僕は本当は本当に貼りたかったんですけど、これすっげえおしゃれですね、逆になんか。スタイリッシュ。なんかパントンみたいですね。これ、パントンですね。これだって、あの、子供とかと一緒に分解してましたからね。そうそう。これ、おしゃれ。開かないようになってます。あ、ぶ。開くこと開くても、開いても、結局。ああ、そこまで開かないんで、本当は中 CD とか入れようと思ったら、やばい、これ。これ開かないんだな、これ。これ、プレステと、あの、木材、お金払いますんで、作ってもらってこれ、まだおしゃれじゃないですか、おしゃれ、おしゃれ。これまだちょっとやってる途中だった。ちょっと見てください。ちょっと見てください、ここ。あの、店のショップのお兄さんみたいな。ショップのお兄さんみたいな。お店風なんで、まあ、電話の。ある意味、電話がありますよ。ある意味、ここ、謎の店ですよ、本当に。謎の店だよね。そんな謎の店ちゃんとありますね。さっき言うと、さっき言うと、ほら、トミカのパーキングがありますね。箱でありますよ。いや、すごい。一回。いやー、すごいですね。もうこれ説明をどっから、まず、どっからしていいか。隅から行った方がいいですかね、こういうのはね。やっぱり端っこからやっぱり上から行った方がいいんじゃないですかね。上とか行きますか。まず上はラジコンなんですかね。ラジコンは入りきんないんで、そっちも、あるんすよ。なんでここまでかっていうと、これこう引き出しになってて、あの、なんか、謎の部屋がまた。うわー！何すか、この量。何これ。もう笑うしかない。笑ってきちゃうわ。笑うしかない。これ、あの、さっき自分が乗った。で、もう、うちらの時代は、このイムレスとアバンテ。アバンテ。もう、これがもう最強な感じ。あら、マイティークラソッパー。そうですね。俺の時代やっぱマイティークラソッパーホーネットですね。うわぁ、マイティフロックあるよ、ホットショットも。そうなんですよ。うわぁ、やばいっすね。いや、マジでね、想像以上だ、りょうさんの部屋。マイティフロックありますよ。マイティフロック。これは再販用なんですか？これは再販なんで、うん、両方とも？両方ともそうなんですよ。うわぁ、お父さんこれください。これ買います。これいくらですか？これ、あの、16,800円です。で、この並びもやっぱ好きなんですよね。で、高いやつは、これがもっとかっこよくこう入ってるんで、それで置きたいっていうのもありますよね。で、これは、あの、作って、後で遊ぶ用と思って、2台買った感じで。シャーシャーこっちと一緒なんで、で、こっちだとなんか、メッキのシャーシーになっちゃってるから、こっちもこのチープな感じのシャーシーを使いたかったんで、こっちを作ってボディを、こっち使ってもいいかなっていうのは。これはこっちも全部再販くれるんですか？これは当時の。あ、当時で。色が合わせてるのは当時のやつで、他は再販してるやつです。ワイルドワンもこれ当時もの。これ当時です。今はワイルドワンオフローダーってここ入っちゃってるんで。あ、こっちから行きます？西部警察シリーズ。あの、見たことありますけど。こっち。あの、ツイートで見たことありますけど、西部警察シリーズ。すごい。あの、奥も入ってる。サバリが超かっこいい 4W タンク。もう、このね、りょうさんのね、このホラー漫画のね、そうなんですよ。コレクションもすごい。米津和夫と、ね、あの、角田次郎。ね。が大好きなんで。こだわりですよ。なるほど。こんな風にさ、仕入れ片付ければ入るのか。なんかこう、なんか奥行きを作るためにどうしたらいいかなと思ったら、カラーボックスをこう並べて、カラーボックスね、間を切り出してそうやれば、なるほど、やっぱ箱が潰れちゃうの、そうですね、嫌なんで、ちょっとあの、デッド、なんていうんですか、そういうね、もうだってこれ、ゲーム T シャツとかになりますね。うん、汚い感じ。岡村っていうのはね。これはないないの岡村中学校のジャージってゆずが、あの、イベントとか行くとみんなこれを着るって感じ。いや、すごい。本当にお店ですよ。これもミニ四駆、これはミニ四駆ですよね。ミニ四駆は俺あんま分かんないですけど、これは、これも旧式と新品のがあるんですか？そうですね。もうここら辺のやつは当時のやつなんで、当時のやつも。うん、まあ今のやつローラー普通につけられるやつがこうローラーつけるやつがないんですよね。で、これ
れもやっぱりこの銀のホイールだったりとか白のホイールだったりとかいろいろあって、これだけでも今買い取りで大体1万5000円ぐらい、うん、の感じですかね。これとかブーメランとかは結構高めになっちゃって、ほんとすごいよ。一番の時代はもうこっちのエンペラー一号リンカンゴみたいなね、雑誌で雑誌のところで。この三河金って何なんですか？なんか意味があるんですか？インスタグラムのここのゾーンはあのフォロワーさんのね、フォロワーさんがあの作ってくれたやつを飾っているって感じですね。うん、高田部の中の高田みたいなね。そうなんですよ。そうですね。で本当はここはこのトミカの箱が6個あるんで、全部それで並べて、うん、ミニカー並べてもいいかなと思ったんですけど、うん、なかなかこう綺麗にならなくて。これなんていうのかな、あれもおしゃれですよね。このあの要はこの棚のね、うん、銀色のやつ、これはラック、ね、イタリア製のイタリア製なの実はこれ高かったんですよだよね。俺もちょっと見て、うん、やっぱり普通のあのさ、なんだっけ、いつも売ってるやつ、そうですね、銀ラックのね、銀ラックのあれかなと思いきや、うん、メタルシステムっていうやつのいろいろこの長さ変えられたり、この奥行き変えられたりあるんで、高そう。いや高いんだ。高いですね。これセットで10万ぐらいになっちゃう。うわさりげなくウォーターゲームが箱付きだしかも、ただこれも、うん、このもっと前のやつが欲しいんですよね。トミーね、トミーの。これも何回かあるんで、初期の頃はこう違うんですよね。水入れてね。そうですよ、これで水交換したっても、水交換できないんですよね、もう。あ、できないんだ、これ。ここがなんかダメになっちゃって。これね、目がね。これね、こうやってよくやってね、これね。そう。これだけで楽しいんですよ。うん、これ楽しいんだよね。これで子供の頃は用具遊びましたよ。ね。うん。今でも遊んでじゃないですか。今でもまあ遊んでますよね。いや、これ遊べるんですよね。遊べるんだよね。これとかこれとかもう全然遊べますよ、これ。これとかほら、今やっても面白い。結構ね、そうやって最後の1個2個になって全然入ってくんなくて全部出ちゃうみたいなね。結局振り出しに戻っちゃうみたいなさ。これ今ちょっと水足んないから厳しいなっていうのは。いや、ね、いいね。懐かしい。こう見ると、あそこで見てるとほら、ポケットメイトもあるしね。ポケットメイトのしかもこのアスレチックですよ、この。そうなんですよ。これはやっぱこれ欲しいなーって俺最近思ってたやつですね。これ復刻した時に買ったやつなんですね。一時期これ多分一番から全部出たんだと思うんですけど。アスレチックランドのねミニチュア版みたいな感じで、これ当時持ってたな俺子供の頃。これもねやっぱさ、あのお金がなくてこっちなら買えるとか、うん、これなら買えるっつってやってる、ね、これも結局ちゃんとやった人いるのかなと思って、これなんかできないですよね、こう弾がちゃんと動かないってなってこれやってましたね、子供の頃ね。これとこれは、これは結構意外と優秀だなと思うんですよね。どっちもね、電池使わなくてもね、遊べるっていう。持ち運びもできてね。いやすごいですね。すごい。だからここら辺は当時のやつですね。この飾り方もやっぱうまいね。ね。うん、ブタミントもできましたよ。ブタミントこれ忘れましたね。豚ミントン知らない。これあのテーブルの上で豚のこれでエアが出る。エアでこの柔らかいなんか風船かなんかで、そうなんですよ、豚の鼻からエア出してこう飛ばしてこうやるっていう。これ知らないです。こっちは一回じゃこれ飛ばしますか。そうですね。こっちはね、PC エンジンがまず化学セブンが本能が出てきたんですね。化学セブンはもともとこれ漫画ですか。あの小説なんですよ。あ、小説なんだ。小説からなってて、自分化学セブンは大好きなんで、これ続くってなってんですよ、エンディングで。で、あ、続くんだと思って楽しみしてたら一向に出ないなと思って確かに出てないですよね。全然出ないじゃないかと思って。カプチャンくんちゃうのほら、それも、うん、あのフォロワーさんのね作ってもらった作ってもらったやつかな。プラ版でね。うわ、これ下見るところ スーパーコアグラフィックスがありますね。あって、うわ、 GT もあって、 PC エンジン、 PC エンジンコーナーですね。これ全部 PC エンジンね。よく PC エンジン好きですからね。そうなんですよ。一番はやっぱ PC エンジンなんですよ。宝うまかったんだよね、うん、あんなにやっぱり。そうそう、カトケンとか。いや、すごい量だ。上にあるのはやっぱ自分が好きだったやつを一番上に持ってくるみたいな感じですかね。PC エンジンやっぱ好きだったんだ。いや、世代がね、うん、世代的にそっか。そうですよね。うん、でもすごいな、こうやってね、エンジン、うん、やっぱり PC エンジンならずこう形がエンジンみたいになってますからね、うん、シャトルもあるしね、うん、シャトルいいっすよね、うん、これで LT があればね、そうなんですよ次の規模、ね、あとはデュオ RX がないんですよね。あ、 RX けどそこまでしてもいいかなと思う、ね、
いやでもすごいす、ね、自分の思い出ですもんね、うん、そうなんですよ。はい、こちらのこのショーケースの、うん、これ電話、これ電話は繋がってないですけど、この本物です。これ当時の、懐かしいですね、このデザインもね。このね、ウォーゴルーガのもね、そう懐かしいですね。で、これ上の段を見てみるとね、コントローラーがすごい、あの、シュウォッチもあって、シュウォッチがあって、これはあの、何でしたっけ、ジョイスティック、ハドソンのね。で、これジョイボールとかね、はい、ありますね。であって、コントローラーがあって、ミクロとかあってね、はい、で、その下の段行くと、これはデータレコーダーですね。これテッドストックなんですよね。これね。で、ジョイボールが。ジョイボールがあります。で、これアルカノイドなんですかね。アルカノイドですね。あ、そうですね。つまみがあるタイプ。で、そこの隣は、チーファミコンが。この黒、旧黒とね。ファミリーベーシックもありますね。はい。その下行くと、エキスパ85。懐かしいですね、これ。科学万博つくばですね。コスモ、星丸が。星丸がね。ありますね。いや、このロボットとか、これ貴重ですね。俺家にもあれ、ね、青いやつ、ね、青いやつ売ってたんですね。これ亮さんってピンクですね。そうなんですよ。また貴重ですね。メダルとか。いやーすごい。うん。時代を感じますね。ね、あっちの端っこのメロイエローの缶ですよ。メッコールとか。本当だすごい。ゴーストバスターズとかね、スーパーのあれとか。これとか懐かしいですね。このガムですね。これ。本当だ。グリーンガム。ロッジ。なんて書いたんでしょう、ね、頑張らっていいですか。あ、いいっすよ。いいですか。あ、びったり。みたいな。打ち合わせなら誰でもわかるみたいなね。いたずらのね。そう、いたずらの。あとこれ、電気ショックなんかも流行りましたよね。ああ、シリーズありましたね。ありましたよね。いけ、ね、ビリビリ来るんだよね。すごいっすよ、これ。あの、元気が出るテレビのね、たけしのマーネキネコとかもありますよね。ね、細かいこのグッズがまたたまんないですね。小野電坊屋とか、これどうして、これどうやって手に入れたんですか、これ。小野電坊屋なんか、栃木の方でも普通に売ってたんですよね。すごいっすよ、このグッズは。こっち右側見てみると、まあこれカプセルステーションな。これあの実際のガチャですね。この中も、もうコレクションになっちゃってるんで。うん、サイババですかね。サイババなんですかね、これ。ミブーティーじゃなくて、ミブーティーだからなんか出てくるんですかね。これが今ちょっと設定200円設定にしてるんで、そう、これ設定が変えられるんですよね。これいいっすよね、本物のガチャね。あ、じゃあ、回してみますか、なんか。あ、じゃあ回してみますか。じゃあ、ちょっと何が出るかね。何が出るかね。はい、100円。200円って、あのね、マーボさんと言ったのを思い出すと、ガチャガチャだと、何も入ってなかったっていうのを思い出しますよね。お金だけ取られてね。はい。ヤキータバコのね、あれね。はい、じゃあ。何入れたっけな。はい、じゃあ何が出てくるかな。何が出るかな。それはフォロワーさんが作ったディグダーマリオっていう、ディグダーマリオですね。はい、バッチになりますね。行ってみると、これは魔界村、魔界村のフィギュアですね。それ最近のやつですね。で、自分が当時使ってたプロポ、プロポ、プロポ、真ん中にストップウォッチがあるアドスペックがやっぱ好きだったんですね。箱付きって言いますね、このプロポのね、またね、絵がね。ジョイボールとの箱付きがあって、アクションリプレイがあって、バーチャルボーイもあって、バーチャルボーイ、はい、でね、懐かしいあの、わ、まじゅうで言うて、渡るいっぱいありますね、いっぱいありますね。で、ここら辺があの、はこれ復刻版なんで、ここバンダイなん、あ、復刻版なんですね、ですけど、やっぱり当時のは作ってんのが宝なんで、なるほど、そうなんですね、これ宝ってここ、あ、本当だ、あ、じゃあバンダイですから復刻されたそうそうですね。へー、このドリンク見たことない、なんかこれ最近あって、これなんか絵が良かったんですよ。初めて見たんだ、これ。で、下行くとナイトライダー、ナイトライダーありますね。ナイトライダーシリーズ、ね、懐かしいですね。ありますよ、電子ゲームね。レグランドのカンナーのあったんですね。そうですね、インサートカメラ、そうですね、このカメラもまたおしゃれですね。こんな感じで色がね、カラフルでね、レグランドね、なんか、この映るんですとかも、もうそのうち貴重になるのかなと。多分貴重になりますね。アストロウォーズもありますね。まあ、ギャラクシャンですよね、ギャラクシャンの電子ゲーム。カウントシューターセット、それは多分アニメやってた頃の、あのタミヤじゃなくてトミーとかで4クロ靴出してたみたいです、ね、これ知らないな、こんなのあったんだ、ね、すごいこだわりは、ね、半端ないですよ。続いてこっちの部屋に行くと、これ iMac ですかね。いいですね。ね、iMac があって、これ、こっちも見てください、これ。これ、レーザーディスクですよ。そう、レーザーディスクですね。いいですね。レーザーディスク。やっぱレーザーディスクのこのジャケットの大きさ。ジャケットがね、ジャケットがやっぱ大きさがいいんですよね。そうなんですよ。
あの捨てるに捨てられないんですよね。そうなんですよ。本当はこれも飾りたいんですよね。うん、これもまたね。これもやっぱり当時のブルーレイと違ってね、レコードと同じで、そうそうそうなんですね、レーザーディスクの大きさがね、うん、これがまたおしゃれなんですよね。サイズ感がね。サイズ感という、はい、ここら辺は当時の、ね、お気に入りのレーザーディスク、いいですね。ですね。あ、これ制服のカタログ。制服のカタログとか高校生の時の制服懐かしい。こういったの懐かしい。こういったのもあのちゃんと取っといた。これやっぱ俺知ってる知ってるこのカタログ。俺は昔は俺上は単乱だったんで懐かしいなぁ。これ見てください、びっくりこれね、もう家にもあったんだけど、これ立てなくなっちゃうんで、ね、ビックリマンのね、これビックリマン人生ゲームですよ、しかもこれ人生ゲームのアルバムが八門のアルバムこの高橋さんとかでね、うわ出ましたよね。あー、これ持ってる、これこれあのボンボンのね、これ持って、これだけは持ってます。正規品のアルバムだとこっちのやつなんですよね。ボロボロの甲がね、ボロボロになっちゃうんだよね。なっちゃうんでしょうがないんで、ね、もうこれ裏こんな感じですね。こっちのね、ラーメンバーのアルバムもいい。そう、ラーメンバーのこれは売ってたんですよね。ラーメンバーの、あ、これは持ってますね。あ、持ってる、このやつアルバム、うん、このアルバムだけ持ってる。あー、すね、あの当時 あのガムのツイストのあのイチゴにおい、イチゴのあのガムの匂いが好きで、しかもその、ね、ガムの前はね、あのバーでしたからね。そうラーメンバーのあれは食べきれなくて、ね、ラーメンバーはまずかった。ラーメンバーにチョコチップが入ってたりしたんですよ。ヘイヘイヘイ、親父懐かしい、これね。CM ね、ラーメンバーこれですもんね。そうですね、言ったらね。でさ、これさ、あのでラーメンバーとさ、あのドキドキ学園じゃなくて、なんだっけ、これラーメンバーじゃなくて、なんだっけ、ガムラツイストは、あの、剥がさないと次のページ見れないから。そうなんですよ。ね、うん、だから、剥がすとこうなんだけど、なかなかね、これが見れないですよ。見れないんだよね。で、あんまりこうやってると、ここが弱ってきちゃう。弱ってきちゃうというね。で、当時ね。3枚の時もあったんですよ。3枚してくれよ。なるほど。懐かしい、あらな、こっちが懐かしい。でもね、ビッグ F より得した感じがしたんですよね、シールがね。そうそう、シールがね、重なってたよね。うん、いや懐かしい。多分、あれ、いいのがドンゴット理事長とか。そうですね、ドンゴット理事長はここ、あー、ラーメンバーさんとかね。で、これ話しちゃうとこうなっちゃうんですよ、うん、ラーメンバーさんこうなっちゃうんですよ、うん、でもこれ、だから裏が、そうなんですよね、いいやつあっても、これ表がなんか大したことないから、大したことないから、なんかそれがちょっと、そうなんですよね。だからこっちのはどこだっけな、裏側に、うん、ラーメンバーじゃない当時のこっちかな、あーこれね、あっぱれ大将軍、これも持ってましたね。温度で変わるやつですね、うん、温度でね、冷蔵庫を冷やしたりね、温めたりして、ドキドキ学園も少しあります。ドキドキ学園ありません。これは何でしょう、これも多分同じ、これ何のシールかな、これもなんか、なんか上に貼っと、ね、って感じなんです ね、マジャリンコシールじゃん。あ、ドキドキ学園来ましたね。ドキドキ学園と、これの、あ、これなんか見たことある。それなんか、これ5円かなんかのチョコ。あ、5円のチョコか、なんかなんかであったんですよね。うん。いや、懐かしいですね。ドキドキ学園。持って、あっぱれ大将軍があってね。いや、あ、これちょっと、戻すのが。ビックリマンの方は、うん、こっちとこっちに、あ、ちゃんとしたアルバムがあるわけですね。人類保管計画、国費保管計画。うわー、すごい。あ、これすごい、ユンちゃんさんだ。ね、これ自作のフォロワーさんの自作のフォロワーさんのもの。みんなで一番、わあ、すごい。こんなのやったらなんですけど、うん、やっぱ途中抜けちゃったんですよね。これ専用の、これなんかホルダー売ってるんですか、これ。なんかシール専用の、いいですね、これね。それに、うん、どうしてもね、こういうとこが、うん、そう、ダメになっちゃうんだよね。口側っていうかね。そう。どうしてもね。懐かしいですね。こっちが眺めてるのね。ね、これずっと俺、これが見たくて。で、これもね、この段も結構ボロくなっちゃうんだよね。いいですよ、これ。シャーマンドン。裏もちゃんとこう作ったんですよ、この文章も。いいですね。もうロッテじゃなくてテロですからね、これ。アイゼンジャイアン。
さっちゃん、さちゃんマリア。ハトじゃなってるってね。へがくさい。ん？へがくさい。これやばいでしょ。マタイ電報は。激レアですね。うん、タモランジェロ。サンマリア。ちび、これ半券大丈夫なんですかね、これね。いや、これもう完全にアウトなやつですよね。アンパンマリア。これロッテから出したら、こんなの。出してない。これは、あの、こういうの今最近作ってる方がいて。すごい。センスがいいっすよね。センスがいいね。まあ、恨み。まあ、これ欲しくて買っちゃうんですよね、これは。これはいいですね。ピッコロここうまいよね。そうなんですよ。うん、フロマシンブラックシムラいいね。うーん、デーパーズもうなんか逆になっちゃって、もうここも字もなんか逆みたいな感じに、うん、変なゼウス。面白いね、こんななんだ。そうなんですよ。高いですよね、それ。高いんですよ、これ1枚1000円から2000円ぐらいしちゃうんで。え、これ何で売ってるんですか？これはネットで、ネットで売ってるんですよね。こっち行くとメガドライブが、メガドライブがあります。はい、これ何？それ電気でなんか、あのなんかあのなんですか、電子ゲーム系ですよね。そうそうですね。知らない。なんか弾がね、いっぱい、なんか戦艦かなんかのやつだった気がするんですよね。この上だとアキラさん、アキラですよね。アキラさん、アキラさん、アキラさん、アキラシリーズですね。そうですね。あのシールがまた違うんですよね。これ。あります。このシールが違う。これとこれ揃うって金貨製です。ゴムをつけば金貨製だと。金だじゃないですかね。これもね、いいっすよね。こっち見るとほらファミコンがあって、3D のね。ミッキーアンドドナルド2つもありますね。これは自分より嫁さんの方が強いんですよ、ね、下はカセットに持ちかけちゃって。これは MSX なのかな。そうですね、下にもね、プレステ1かな。メタル中継の時ってない。こちらのあれですか、パックマンのパックマンのやつですね。で、ここに足もくんが、足もここになんかロボットセットみたいな感じ。あ、なるほど、ロボットセット、なるほど、なるほどね。ロボットつながりです。あ、ここにもね、あるデスゲームありますね。あの、多趣味ですよね、こう見るとね。どんなのがもうですか。で、あとこれ、私があの小学校の時に作った元はこれですね。東海道53次の、あのパズルにした。いいですね、時代が、うん、自分の、ね、そっち見てみるとすごいのもっとありますよ、ダースベイダーの。かぶりますこれ。マスクありますね。かぶってみますか、ロウさん。かぶってみます、これロウさんかぶってみます。でスコスコ言ってる。筋肉マン。あ、もうズボンの上になっちゃった。あ、もうズボンになっちゃった。いや、これは多分入んないかもしれない。入らない。あ、こっちにはウィンチ。ウィンチレンジャーですね。これ当時ウィンチが流行ったんで。ああ、ね。これは小学校2年のクリスマスに買ってもらったやつで、こっちは小学校3年のクリスマスに買ってもらった。ちゃんと大切にね。ほんよく箱を綺麗に持ってますよね。ダンロップのこの鏡に見えるようで、これは多分ミニカーがうっすらと見えるんですけど。そうなんですよね。あ、開けてみます。もしかしてミニカーコレクションなんですかね。しかも高いっすよ。うわー、いすごいっすね。すげえ、何これ。このホイールがね、うん、私このホイールのやつが好きなんですよ。これはメーカーはどこなんですか。これ全部トミカなんで。あ、トミカなんだ。多分今こういったホイールなんですけど、うん、昔はこのホイールが。ちゃんと振動対策でこうスポンジがね。そうなんです。スポンジで引いて。いやー、うわー、すごい。こっちはあの Z とかですね。いやー、すごい量ですよ。でしたか。下もこれ。うわ、こっちは会社とか、うん、レーシングカーとかで。あ、あのトミカのあの黒い箱ってのがそうですね。そうなんですね。黒い箱はこれなんですよ。で、箱も今じゃやっぱ綺麗に入れられるようなケースがこうあったりするんですよね。貴重ですね。すごい。で、こっちはこっちでその黒箱が。あ、黒箱、うわ。
それもやっぱデザインが好きなんで、それだけも飾るという、うん、うわこれ見てられますねどんだけあんのってね、それどんだけですね、本当にね、まあ、その同じやつでもやっぱ色違いが結構あったりするんで、うん、いや、すごいね、うん、で、そっちも見てて、こっちも、こっちもこっちで、そっちもまだそっちでこれは私がこう0歳の頃遊んでたおもちゃですね。それ隣デロリアンですか。あ、隣はこれは小学校の時作ったプラモデルたちなんで、もうボロボロですよね、小学校の時思い出があるっていうね、はい、いや、すごい量ですよ、これ、うん、うわ、なんすか、これそんなの、なんなのって感じ、いや、本当にこっちもまあ、うん、こっち小さいやつ、すごい量、うん、こっちパトカーパトカーだって、でもこんないっぱいあるんだよこれあの西部警察の、いや、すごいですね、やば、すごい、もうブザーが鳴るとドアは自動、そうです、あれあれ本物のバスに貼ってるやつ、バスに貼ってるやつ、あ、いいですね、そうなんですよ、バスの会社の人からもらったやつですね、これ、あ、いいね、いやすごい、すごいね、神がかってますね、どうやらね、こっちの芋あるみたいで、うわ、すごいっすよ、ほんと、すごいな、いや、ほんとにすごい量、やっぱこう、やっぱコレクターの部屋って面白いっすね、面白いですね、こだわりがね、すごい見えてね。